負けられないな。みんなよろしくね。クール任務を得上がる。そこだけ強くなあれ。どうしません。私の新たな力すべて捧げます。オーロラサンクチュアリー。助かった。歌っちゃうよ。精霊よ、いい感じ。塵になる。これが烈風の剣だ。スラッシュテンペスト。その調子です。キュールに燃え上がる。いくよ。もう一曲いくよ。熱いな、いくよ。乗り遅れないでね。ライブオンスペシャルステージ。助かった。塵になる。これが烈風の剣だ。スラッシュテンペスト。不死鳥よ羽ばたけ。この輝きに見とれなさい。エンドオブフェニックス。あたしの出番だね。ようこそ。歓迎しよう。剣の解放。世界よ、精霊よ、くらえ。キラキラをあげる。私の新たな力すべて捧げます。オーロラサンクチュアリー。助かった。いや、通してもらおうか。歌っちゃうよ。支援しちゃうよ。くらえ。ラスト決めるよ。ゲッ。暑いわ。ご飯抜きの身にはきつすぎよ。そうね、ペコリーヌさんの方は大丈夫？大丈夫ですよ。私には美味しいキャルちゃんがいますから。はん。ちょ、こら、やめろ。私を食べようとするな。キャルがいなくなっちゃう前に魔物に奪われた調理器具を取り返さなくちゃ。はあ、あちらに何か見えます。ちょ、コロスケまでおかしくなったの？幻でも見えてるんじゃない？待って、キャル。あれは、本物のオアシスみたいだわ。それに、人影が見えますよ。あそこでご飯を分けてもらいましょう。って、落ち着きなさい、アホリーヌ。あれは人じゃなくて、さっきのゴブリンどもよ。やっと見つけたわ。ねえ、もしかして、あのゴブリンたちが持ってるのって。あれは私たちの調理器具ですよ。ですが、どうやら武器として使っているようでございますね。調理器具の使い方がわからないのでしょうか。あ、ペコリーヌさん、真正面から突っ込んだら危ないわ。それはみんな笑顔で食卓を囲むための大切な道具です。人を傷つけるために使うものじゃないですよ。うわぁ、もう不意打ちのチャンスだったってのに。しょうがないわね。あんたたちも行くわよ。はい、わかってるわ。美食で突撃ですよ。私の新たな力すべて捧げます。オーロラサンクチュアリー。あたしの出番だね。ようこそ。歓迎しよう。剣の解放。世界よ、塵になる。これが烈風の剣だ。スラッシュテンペスト。さすがだね。熱いな、行くよ。乗り遅れないでね。ライブオンスペシャルステージ。不死鳥よ羽ばたけ。この輝きに見とれなさい。エンドオブフェニックス。やるじゃないか。キラキラをあげる。支援しちゃうよ。私の新たな力すべて捧げます。
オーロラサンクチュアリ。助かった。いい感じ。支援しちゃうよ。元気をお届け。くらえ。アツリナ行くよ。乗り遅れないでね。ライブオンスペシャルステージ。助かった。支援しちゃうよ。キラキラ。不死鳥よ羽ばたけ。この輝きに見とれなさい。エンドオブフェニックス。やるじゃないか。すべて無に返す。塵になる。これが烈風の剣だ。スラッシュテンペスト。すごいね。ふう、降参してくれたようでございますね。エコリーヌさん、すごい戦いぶりだったわね。まさに獅子奮陣だわ。単なる食い意地でしょ。あいつ本当に食べ物のことしか頭にないんだから。まったく、噛まれたところまだ痛いんだけど、歯型残ってないでしょうね。さすがペコリーヌ様、健康的な歯型がしっかり残っておいでです。ギャル大丈夫？耳にも噛まれた跡があるけど。それは多分バブってる時のあんたの歯型ね、シェフィー。ごめんなさい。皆さん来てください。こっち、こっちです。オアシスだから水は潤沢にあるみたいね。それに食料も豊富なようでございます。初めて見るお肉や珍しいお野菜ばかりでございますが。けど確かに調理器具は使いこなせていないみたいね。私たちから盗んだもの以外にも転がってるけど、武器にしかしてないみたいだし。とにかく無事取り戻せてよかったわね、ペコリーヌさん。よくありません。これはよくありませんよ。もったいないです。ここは私に任せてください。できました。すごいわね。ここにあったよくわからない食材でこんなに美味しそうな料理を作っちゃうなんて。さあ皆さんもゴブリンさんたちもどうぞ。じゃんじゃん作っちゃいますから、どんどん食べてくださいね。なんとゴブリンさんたちも感動している様子でございますね。ゴブリンさんたち、いいですか？調理器具はこうやって使うんですよ。さあ一緒に。で、みんなに教えるには調理器具の数が足りませんね。ふむ、その盾はフライパンにできそうですし、兜は鍋になりそうでございますね。コッコロちゃん、ナイスアイデアですよ。これでゴブリンさんみんなに行き届きます。それじゃあ料理の仕方を教えちゃいますね。ペコリーヌさん、ゴブリンたちに崇められてる。あれじゃあゴブリーヌね。ペコリーヌ様、とても生き生きとしたご様子です。美味しい料理を広めるのも美食伝の活動ですからね。ほらほら、
みんなも一緒に食べましょう。まったく、それなら料理されてない私をかじるのやめなさいっての。お、どうしたのよシェフィ、食べないの？なんでもないわ。この料理に使われてるゴブリンたちの食材が魔物のものだったかもなんて考えないことにしよう。ライブ大成